遅刻するような人じゃないと思うけど、うん、もう少し待つか。はい、なんでまだ来ないんだろう。あ、何かトラブルにでもあったのかな。あそこの兵士に聞いてみよう。産後の宮様に会いたい？ここにはいないよ。俺も産後の宮様がどこにいるのかわからない。悪いね。そんな、じゃあオイラたち帰るしかないのか。いや、諦めるのはまだ早い。確か産後の宮様が残した常備用の虎の巻にこの状況を打破する解決策があったはずだ。確か第98条、私の不在時遠方より訪れし客を南へ導き紫の葉が茂る木のそばへ。それに注意書きも。産後の宮様が理由を残さず不在の時、そして客人の身分が特別な場合にのみ適用されると。お二人は遠くから来たお客さんだったね。この虎の巻に間違いはないはずだ。ココミは本当にあらゆる状況を考えてるんだな。じゃあオイラたちもさっき言ってた場所に行ってみよう。どんどん遠くなってる気がするぞ。あ、あの木、ココミの虎の巻に書いてあったやつに似てない？ココミ、ここにいたのか。今日一緒に祝賀会の準備をする約束してたよな。あ、あなたたちでしたか。すみません、今日は少し具合が。病気か？待ってろ、すぐに医者を呼んでくる。いいえ、一時的にエネルギーを使い果たしてしまっただけです。エネルギー？まさかここ見て人間じゃないのか。いえ、ただの比喩に過ぎません。お恥ずかしながら、あのような万能な姿をずっと維持することはできないのです。え、気づいていたのですか。どうやら私もまだまだのようです。もっと隠し通す技術を磨かないといけませんね。実は私は人の上に立つのがあまり得意ではないのです。もともと私は兵学を学んで幕僚になるのが夢でした。他人と会話し、気を配り、顔色を伺い、利益を分配する。私にとってどれも非常に大変なことです。他の人を満足させるだけでなく、彼らに畏敬の念を抱かせるのは私の得意分野ではありません。むしろかつての私が関わりを持ちたくなかった分野なのです。しかし血筋のせいで荒人神の巫女の地位は結局私の元にやってきました。好む好まざるにかかわらず、それを避けることはできません。ですので自分に限界が来た時、ここへ来るようにしているのです。本を読んで休憩して、仕事には影響しませんのでご心配なく。祝賀会の準備はすでに他のものを手配しました。今夜はまだ演説が一つ残っています。兵士たちに良くない印象を与えるわけにはいきません。
やっとのことで勝ち取った平和、彼らにはもっと息抜きをしてほしいのです。何かオイラたちに手伝えることはあるか？このまま放っておいてもエネルギーはゆっくりと回復していきます。ただ私の好きな兵楽を聞かせていただけるとより早く回復できる気がします。確かこの前半分まで読んだ本が一冊ありました。ただどこに置いたのか忘れてしまい。オイラたちが探してくるよ。それをココミに読ませればココミも立ち直れるな。本当ですか？ありがとうございますやはりあなたたちが渡辺島に戻ってきてくれて本当に良かったです。あそこから中に入れるみたいだ。行ってみよう。公文書がたくさん置いてあるな。休みの時もこうして時間をあけて公文書を処理してるのか。産後の宮事業活動の村流通報告、漁業生産の年次総合管理報告書、渡辺島施設の維持管理費配分の月次報告。はあ、こんなにたくさんのことを処理しなきゃいけないのか。それにココミは普段虎の巻も書いてるし、多くの人とも会ってる。あんなにやつれるのも無理ないな。早く兵学の本を探してココミに元気になってもらおう。これを見ろ。ココミの探してた兵学の本かな。今日はメカジキ2番隊隊長が戻ってきた。エネルギープラス4。ああ、それは返して。これも違うみたいだな。もう少し探そう。多分この本だな。ほら、ココミが挟んだしおりもある。しおりがないのはもう読み終わった本だろうな。なんか難しい内容で全くわからないぞ。今すぐこの兵学の本を持って行ってココミに読み聞かせようぜ。ココミ、探してたのはこの本か？よく覚えていません。少し読んでいただけますか？はい、それです。お願いします。ココミ、ココミ、どうしよう、ココミが寝ちゃったぞ。今夜は祝賀会があるし、それにもうじき和平交渉も。まだまだやることが。本当に大丈夫なのか。でも確かに疲れてるみたいだ。まだ時間があるならもう少しだけ休ませてあげるか。災いを払い安寧を守る。戦争は終わりました。すべてがいい方向へ。あなたたち見届けられましたか？私、眠ってしまったのですか？今は何時でしょう？すっごく長い間寝てたぞ。もうすぐ映画が始まる時間みたいだ。
そんなに長く。これほど安らかに眠ったのは久しぶりです。少なくともエネルギーも3点は回復したような気がします。これで和平交渉の終わりまで耐えられるはず。ありがとうございます。私たちも早く栄華の場に行きましょう。ココミがいつもの状態に戻った。よかったな。どうやら祝賀会の準備もそろそろ終わるようですね。しかし宴が始まる前に私の方から簡単な演説をしなくてはなりません。わーい、ココミのエネルギー足りるかな。ご安心を。全く問題ありません。あなたたちのおかげでエネルギーがとても早く回復しました。オイラたちも応援してるぞ。皆さん、お疲れ様です。本日は祝賀会へようこそ。ついに我々と幕府軍の戦争は終わり、メガリレーの廃止も見届けることができました。稲妻の未来がどうなるのか、私には予測できません。しかし、私は明日、天領奉行と和平交渉を進め、渡積島の平和のために最善を尽くします。皆さんのご尽力があったからこそ、このような困難な戦いに勝つことができました。皆さんには感謝しています。この祝賀会はここにいる全ての方に用意したものです。苦労して勝ち取ったこの勝利をしっかりと楽しみましょう。宴も順調で何の問題も起きなくて本当に良かった。人は楽しい気持ちになると誰かに打ち明けたいという気持ちが高まる傾向にあるようです。私のためにもう少し情報を集めていただいてもよろしいでしょうか。天領奉行とファデュイの結託について未だに決め手となる証拠がありません。明日の交渉で何か起きないか心配なのです。わかった。オイラたちが調査してくるぜ。三五宮様のおかげで渡積島に今の平和がある。最近？そうだな、俺たちにとって一番の出来事といえば海に出て魚を取れるようになったことかな。戦争をしてた時は海上に戦線がたくさんあったから、近くで小魚やエビを取ることしかできなかった。収穫がほとんどない時もあってみんな腹を空かせてたよ。子供がそれで泣いているのにどうすることもできなかった。毎晩腹がうめき声を上げ眠ることもできず、そのまま夜が明けたこともある。それが今はようやく少しずつ良くなってきたんだ。聞いたよ、メカジキ2番隊の隊長なんだってな。この戦いに勝つために手を貸してくれて本当にありがとう。さっき取ったばかりのこの魚を君にあげよう。受け取ってくれ。いやいや、気にすんなっていいんだ、君がいなかったら俺たちはまだ腹を空かせてたかもしれない。恩はしっかりと返す、そう三五宮様に教えられてるんだ。わかった。じゃあこれは受け取っておくよ。ありがとな。旅人、他の人にも聞いてみようぜ。
寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。新鮮な果物と野菜、どれもお肉のお供にぴったりだよ。天領奉行とファデュイが結託していること？私もその噂を聞いたけど、それ以上は何も知らないよ。でも兵士たちがそわそわしているのは私も感じてたわ。ほら、あそこの兵士を見て。ここ最近あの人なんだかおかしいのよ。大きな声を張り上げながら長槍をずっと振り回しててね。恐ろしいわ。はあ、せっかく戦争が終わったんだし、もうこれ以上何も起きないといいんだけど。私が知ってるのはこれだけよ。もし気になるのなら彼に聞いてみるといいわ。やっと手がかりを見つけたな。早く行ってみようぜ。うわっ、うん、この人すごくお酒臭い。ん？お前は確かメカジキ2番隊の隊長。そうだったよな、渡積島に戻ってきてたのか。てっきり正体を見捨てて一人で逃げたのかと思ったぜ。オイラたちが逃げるもんか。どうだか、平和やら安定やらみんなそんなことばっか口にしてるが、抵抗軍にとって一番大事なことが何なのか忘れてないよな。そうだ、お前にまだ抵抗軍の兵士たる資格があるかどうか俺が試してやる。俺に勝ったらお前たちの質問に答えてやるよ。いやいや、なんかこの人とは会話がしづらいな。どうする？やるのか？そういうことは俺に勝ってから言うんだな。三五宮様が選んだお方、お前にはまだ戦う意志が残っているようだ。もしかしたらお前なら俺たちを理解できるかもしれない。メカジキ2番隊の隊長、俺たちの仲間になってくれないか。天領奉行とファデュイの結託は俺たちが流したガセだ。間違えればまた天領奉行と戦争になっちゃうんだぞ。そう、それこそが俺たちの望む結末だ。和平交渉？そんなことばかり考えてたら渡積島に未来はない。天領奉行が考えを変えないと誰が保証できる？雷電将軍が次のメガリレーを発令しないと誰が保証できるんだよ。我々抵抗軍に最も必要なのは戦う意志だ。天領奉行と雷電将軍は信じるに値しない。信じられるのは自分自身のみ。お前もそう思うだろ。それも一理あるけど、なんだか言ってることに少し違和感が。あ、そうだぞ、そんなこと言って結局全部憶測じゃないか。そういった憶測のせいでガセ情報をでっち上げて、たくさんの人が待ち望んだ平和を壊そうとしてるっていうのか。何も知らんくせに俺に説教するな。お前らに何がわかる。戦いに勝つため俺たちはずっと極限まで戦う意志を貫いてきた。それを今さらもう意味がないだなんて。俺たちに武器を下ろさせ一般人のように生活しろと言われても、そんなことできるわけないだろ。目を閉じると見えてくるんだよ、戦場で犠牲になった仲間の姿が。
あいつらの姿が脳裏に焼き付いて離れないんだ。だから俺は絶対に天領奉行とメガリレーを許さない。お前と俺たちは同志ではなかったようだ。このことをサンゴロミア様に言いたいのなら好きにしろ。だが俺たちを止めようとするのならもう間に合わない。間に合わない？どういうことだ？無視を決め込んでるぞ。どうしよう、緊急事態だ。早くここみに伝えよう。そういうことなんだ。天領奉行とファディの結託はそいつらがでっち上げたことで、和平交渉をめちゃくちゃにして戦争を続けるのが目的らしい。それにオイラたちが何をやってももう間に合わないって。そうだったのですね。大丈夫です、ご心配をおかけしてしまいましたね。このことは私のせいでもあります。私がもっと早く彼らの気持ちに気づけていたらこんなことにはなりませんでした。コーゼンが言っていた間に合わない、何を指しているのかおおよその予想はつきます。和平交渉は明日ですが、双方の自衛はすでに交渉地点に到着し周囲の安全を確認している状況です。コーゼンのような主戦派がそれら自衛に紛れて交渉の場を壊そうとしているのでしょう。じゃあどうするんだよ。オイラたちが今からそこに行って自衛を交代させるか？いえ、それでは妥当性に欠けます。第一に私たちが新しい自衛を連れて中立地帯へ向かえば余計な警戒をさせてしまうでしょう。それに主戦派の兵士たちが早々に計画を実行し天領奉行の自衛を攻撃して戦争を引き起こしてしまう可能性もあります。何よりこのことに参与している渡津見島の兵士の数がわからない以上、人員を変えても結局意味がないかもしれません。なんだか複雑だな。じゃあもう方法はないのか？ご心配なく、ことが起きた以上私が対策を考えます。兵士たちの考えは間違っているとはいえ全て彼らのせいということではありません。いずれにせよ彼らの命をどう守るのか、その方法を考えなくては。明日またここで会いましょう。